お久しぶりです。古本屋の古書士宇佐美堂です。宇佐美堂ラジオという動画のシリーズを YouTube にアップしているんですけれども、実に半年ぶりくらいの投稿になってしまいました。で、どうしてねこんなに時間が空いてしまったかというと、まあ単純に忙しかったからというのもあるんですけれども、まあもともとこの動画ね、暇で暇でしょうがないと、お客さんも来ないし買い取りもないしネット注文もないし、ブラブラしてるくらいならまあ動画でも撮ってみようかというふうに始めた番組だったんですけれども、それがね忙しくてなかなか撮る時間がないというのは本当にありがたいことで、ようやくねうさみ堂ももうすぐ3周年になるんですけれども、本当に皆様に支えられてのうさみ堂でございます。それからですね、このうさみ堂というのは墨田区向島の鳩の町通り商店街という商店街の中にあるんですけれども、まあ、この度ね、私が鳩の町通り商店街振興組合の理事の方に、入りまして、そちらの方でもいろいろ忙しくやってたもんですから、ちょっと動画の投稿が滞っておりました。で、まあ、この動画を投稿しなかった半年間、まあ、お店としては、なかなか忙しくやっていたんですけれども、その間にいろいろ嬉しいこともありまして、一つにはですね、これまでうさみ堂ビブリオバトルといううイベントを何回もやってきたわけですけれども、この度、その活動が表彰されることがありましてですね、こちらなんですけれども、ビブリオバトル普及委員会様から、いただきました、ビブリオバトルオブジイヤー2018特別賞と、ビブリオ沼賞というものをですね、いただきました。これは全国のビブリオバトラーの方の推薦で選ばれるらしいんですけれども、まあ、なんで沼賞かというとですね、まあ、このうさみ堂でやってきたビブリオバトルというのが、例えば、こじらせビブリオとか、黒歴史ビブリオとか、ビブリオタクバトルとか、まあ、いわゆるサブカル系のね、ちょっとニッチなテーマばかり選んで、やっていたものですから、まあ、首都圏のね、ビブリオ界隈の中でも、ちょっとディープな、まさに沼のようなね、会場だというふうに思われてですね、まあ、沼賞という名前をつけていただいたんじゃないかなというふうに思います。まあ、こうやってですね、表彰していただくのは、まあ、私がビブリオバトルをね、熱心にやってきたからでもありますけれども、やはり一緒に主催しようよというふうに、まあ、企画を持ち込んでくれた友達、まあ、あるいはうちで開催されるビブリオバトルに実際に来て、楽しんで、くださった皆様のおかげで本当にいただけた賞なので、この場を借りてですね、熱く御礼申し上げます。で、まあ、そんなこともありつつですね、なんとかやっていたわけですけれども、まあ、せっかく半年ぶりにね、また、この、うさみ堂ラジオを再開しようというのにあたってですね、まあ、ちょっとリニューアルというか、心機一転でやっていきたいなというふうに思うんですね。というのは、まあ、半年間、休眠期間を経ての復活なんですけれども、まあ、その休眠期間に入る前のうさみ堂ラジオっていうのは、結構ですね、ビブリオバトルの告知とか、あるいは、ビブリオバトルのイベントの模様をそのまま撮ってそのまま流すようなスタイルで、まあ、コンテンツにしてたようなところが大きかったんですけれども、やっぱりですね、古本屋の店主がやってる動画というのをクリックしてくれる皆様はですね、どっちかっていうとまあ古本とかあるいは古本屋っていうもの自体に興味があって、
まあ何かその古本に関する専門的な知識とかね、あるいは裏話みたいなものをまあ期待してくださってる方も多いんじゃないかなというふうに思いますんで、まあちょっとね、今までビブリオバトルに偏重しすぎだったうさみ堂ラジオをね、ちょっとこうググッと古本側にまあ寄せてですね、やっていこうかなというふうに思ってるんですね。で、まあもちろんね、こうやって表彰もしていただいたことですし、まあビブリオバトルっていうのは、まあうさみのにとって、大事なイベントですから、まあこれからもやっていくんですけれども、まあちょっとしばらくはね、うさみ堂ラジオはですね、古本談義という感じでやっていこうと思ってるんですね。で、まあ、半年ぶりで、まあ、古本の話するぞという時にですね、じゃあ、何を話そうかなというふうに考えたんですけれども、まあ、こういうですね、うちみたいな狭い古本屋っていうのはですね、やっぱり古本屋の店主のキャラクターが結構色濃く反映されるものだと思うんですよね。それは、仕入れの傾向もそうだし、本の並べ方一つとってもですね、やっぱりその店主のパーソナリティみたいなものが強く出ると思うんですよね。で、うちもまあ古本屋としてうさみ堂っていうものを皆さんに知っていただきたいという時に、やっぱり私自身のことを知ってもらわなくちゃいけないのかなと。それはまあ、恥ずかしくもあり、また僭越ながらというところもあるんですけれども、まあ私がですね、いかにして古本屋を志して、そしてまあどういうふうに古本屋をやっているのかっていうことをですね、皆さんにちょっと聞いていただきたいなと思って、今回のコンテンツはそれにしてみようかなというふうに思ってるんですね。まあ、私みたいなね、貧相な男の半生みたいなものに、どれくらいの方が興味を持っていただけるかっていうのはすごく不安なんですけれども、まあ一つにはですね、古本屋っていう特殊な職業のまあちょっと社会科見学的なね要素もあり、またあるいはその私と同じくらいの世代の方、あるいはもうちょっと下の世代の方に向けてですね、やっぱり今ちょっと大変な時代じゃないですか。ですから、こうどうにかしてね、就職しないで一人で、まあ、商売をやって食っていくにはどうしたらいいのかっていう、まあ、参考とまでは言えないかもしれないですけど、まあ一つのサンプルとしてね、聞いていただければなというふうに思います。で、まあ自分の話をすると、まあそれなりに長くなると思いますのでですね、まあちょっと2回に分けて、今回話すのは前半、いわゆる立志編と言いますか、一個の読書人として、古本屋を志す前の私はどういうふうな姿勢で本あるいは読書というものに向き合っていたのかっていう話と、それからですね、いかにして古本屋を志したのか、そして、まあセミプロ時代といいますか、まあこの墨田区向島に、実際に店舗を開業する前の通販だけでやってた時代、いわゆる背取り時代みたいなのをまあちょっと含めてですね、そこまでを実施編でやってみようと思います。で、まあその背取り時代を経てですね、まあこの墨田区向島で、店舗を構えることを決心して、それからお店を作って、まあなんとか3年やってみたみたいな話はですね、後編の方で、お話ししてみようと思うんですけれども、まあちょっとね、前編のすぐ後に後編が来るのか、あるいはちょっと間に何本か別の話題を挟むのかっていうのは、まだ未定なんですけれども、まあちょっとね、私自身の話で恐縮なんですけれども、よろしければ聞いてみてください。で、まずは立志編ということで、私が古本屋を志す前、どういう読書人だったかという話なんですけれども、まあこういう商売をやってるとですね、お客さんによく言われるのは、まあこんなご商売をなさってるくらいだから、さぞかし子供の頃からご本が好きだったんでしょうね、というふうに言われるんですね。で、それは多分当たってると思います。本が好きな子供でした。
まあブッキッシュっていう言葉がありますけれども、まあまさにそういう感じで内向的で、まあこう一人静かに本に没頭するような子供でしたね。小学校のね休み時間なんかもあんまり校庭でドッジボールとかしないで、教室の隅で本読んでたり、図書室にこもってたりするような子供でした。よく読んだのはですね、星新一の新潮文庫の黄緑色の背表紙のやつですね。あれをよく読みましたね。やっぱりショートショートって短くて読み通すのが子供にとっても容易ですし、やっぱり最後に必ずね、あっと驚くようなオチが用意されていて大変熱中しましたね。で、星新一ってまあ青い鳥文庫にも入るような結構子供でも読めるようなお話も多いんですけれども、中にはすごくこうブラックな社会風刺だったりとか、ちょっとエッチな話なんかもあったりしてね、こう小学生心になんだか大人の世界を覗いちゃったようなね、そういうワクワクするような感じを受けましたね。で、まあ、あの新潮文庫の黄緑色の背表紙の本っていうのは小学校時代にもほとんど全部読んじゃったんじゃないかなと思うんですけれども、ただまあ、あの私はですね、ちょっと中学受験をしたというかさせられたというか、まあ結構高学年に入ってからは塾通いなんかが大変になっちゃってですね、まああんまり自分の楽しみのためだけに本を読むっていうのができなくなっちゃったこともありまして、まあ本格的にやっぱり書物に端的したっていうのは中学校に上がってからなのかなというふうに思うんですけれども、ここで一つですね、私の持論を言わせていただくとですね、まあどんなにこう深淵なる趣味の世界でもですね、最初からその真髄に、触れるのはなかなか難しくって、とすればまあ最初はカッコつけ、スノビズムみたいなものでもね、いいんじゃないかというふうに思ってるんですね。まあ何を言いたいかといえばですね、やっぱり私もカッコつけてですね、こう中学生だてらに岩波文庫を読んでる俺みたいなものをねアピールしたくてですね、岩波文庫をまあ中学2年生くらいから読み始めました。で、まあ、岩波文庫の赤帯ですね、いわゆる世界、古典文学で、特に、ロシアの小説をよく読んだかな。カラマーゾフの兄弟とかアンナ・カレーニナとか、そういうものを結構背伸びして読み始めたんですけれども、まあ、背伸びといってもね、読んでるうちに本当に面白くなっていって、それで、まあ、岩波の赤帯、それから緑帯、ですから、まあ、日本近現代文学ですね、こういうものをたくさん読みました。まあ、日本の文学者で言えばですね、内田百賢が最初好きになったかな。まあ、内田百賢って結構ね、幻想的な小説を書く文学ですけれども、まあ、私はどっちかっていうとですね、随筆とか紀行文、あのアホ列車みたいなね、そういうなんていうか日本のインテリのちょっとこう頑固で偏屈な感じにすごくこう感銘を受けてですね、今でもやっぱりそういう偏屈系文学者っていうんですかね、内田百賢とか長井家風とか、そういうものが好きですね。で、まあ本当に本をよく読む中学時代高校時代だったんですけれども、まあ本を読むと頭が良くなると言いますけどもね、あれは本当かなと思うんですよね。少なくとも学校の成績は上がらないですね。というのはやっぱりあの本を読むのは好きな本を読むので、あんまり学校の教科書なんかを熱心には読まないですね。そうするとまあ当然受験なんかはうまくいかなくって、大学の方は浪人をしてしまいましたね。で、まあ私が通ったのはですね、地方の、まあ一応進学校と言えるのかな、まあ中高一貫校だったんですけれども、まあ浪人をしましてですね、それはですね、東京で、その時初めてですね、一人暮らしをさせてもらったんですね。私が通ったのはですね、駿台予備校のお茶の水の本校舎だったんですね。まあ私文系だったんで2号館だったんですけれども、お茶の水に
通いやすいようなですね、総武線で数駅離れた、江戸川区の小岩っていうところに宿舎を借りてもらってですね、そこからお茶の水の寸大に通うわけですね。しかしまあ、お茶の水駅から、まあ、寸大って結構近くって、でそこから寸大の坂を降りていくとですね、中腹くらいに明治大学のリバティタワーがあって、そこでまあよく学食で、昼飯なんか食ったものですけれども、まあさらにですね、明治大学から寸大の坂を降りていくとですね、三省堂のまず大きいビルがあって、そこから先ずっとですね、神保町の古書店街になってるんですね。でまあ、本当におのぼりさんである浪人生の私はですね、まあ本が好きな少年でしたから、その神保町の古書店街にものすごく感銘を受けましてですね、はまり込んでしまったんですね。ですからまあ毎朝ですね、小岩の浪人生の宿舎から、まあ、総武線でお茶の水に行きはするんですけれども、もうそのままですね、寸大の2号館を素通りしてですね、寸大の坂をずっと降りていって、毎日神保町の方に、通学をしてしまったわけですね。まあ、今思うとね、寸大の授業料もその浪人生の宿舎の代金も決して低くはなかっただろうに、まあ、本当に両親には申し訳ないことをしたなと思うんですけれども、まあ、まあしかしですね、その浪人の1年間本当にたくさん本を読んで、いろんなことを考えました。で、ちょっとまあ脱線になるかもしれないんですけれども、まあ人間そういう期間があってもいいんじゃないかなというふうに私は思うんですね。というのは日本の子供って、まあ、6年間小学校通って、3年間中学通って、3年間高校通って、で、なるべく浪人はしない方が良いとされてるんですね。ストレートで大学に入って4年間。で、大学卒業してからもなるべく空白期間がない方がいいんですよね。まあ、私はちょっと就職活動してないでよくわかんないんですけれども、まあそれで、なんならね、もう3年生のうちに、内定を取ってしまって、大学卒業してからストレートで、今度は企業に就職して定年まで勤める。そうするとですね、まさにその小学校から企業の定年までですね、ずっとどこかに属していて、所属していてですね、私は何者でもない、私はただ私であると言えるような期間が全くないというような日本人ってのは割と多いように思うんですね。で、私にはそれはちょっとこう思いもよらないような世界でして、まあ、決して褒められたことじゃないんですけれども、私はこうやって1年間浪人をして、で大学に入ってからも2年間留年してしまったんですね。でまあ、そういういわゆるこうバッファーみたいな期間ってですね、まあ、ゆっくり本を読んだり、たっぷり映画を見たり、じっと立ち止まって考え事をしたり散歩をしたり、そういうふうなこう己を見つめて、自分が何が本当に好きなのか、自分は何をすべきなのかっていうふうなことを考える時間になると思うんですよね。で、まあなかなかね、意図的に留年したり浪人したりっていうことをするのは難しいかもしれないんですけれども、まあもしね、何かこうちょっと学業とか、あるいは仕事がうまくいかなくなって、あ、空白期間ができちゃったっていう時に、まあ焦らないでね、かえってその時間を満喫するっていうことはあってもいいんじゃないかなというふうに思うんですよね。でまあちょっと脱線しちゃったんですけれども、まあそういうこう本当に本をたくさん読んで、ゴロゴロして、まあよく物事を考えた、まあ浪人の1年間だったんですけれども、まあちょっとね、己を見つめすぎたのか、その後ですね、結局1年浪人した後に大学入ったのはですね、まあ、普通の大学でいうところの文学部哲学科みたいなところに私入ったんですね。まあ私、岩波文庫の青本、まあいわゆる思想系の本が好きで、まあ哲学科を選んだんですけれども、
結構その大学に入った後でしくじることが多くって、というのはまあ哲学科に入るとですね、まず大体東洋哲学をやるか西洋哲学をやるかということを選ぶんですけれども、まあ私は一応西洋哲学を選んで、でもまあ私はですね、もう絶望的にちょっと語学が苦手だったんですね。ですからまあカントとかヘーゲルを読むにもドイツ語が苦手で、ベンサムとかね、見るとかそういう英米のね、哲学を読むにも英語が苦手でというので、まあ大変こう苦労をしまして、まあいろいろねしくじったり足踏みすることもあってですね、2年間も留年をしてしまったんですね。で、まあ、あの間も本はたくさん読みましたし、それからまあ、その時の一応大切な経験と言っていいかなと思うのは、ずっと予備校の講師のアルバイトをやっていました。ですからまあ、こうやってね、何か人にお話をするっていうことの訓練にはなったと思うんですけれども、まあ、何しろですね、2年も留年をしてしまうと、やっぱり文学部哲学科っていうのは潰しが効かないんですかね。もう就職ってのは本当に厳しいんですね。で、私の同期でね、きちんと留年もしないでストレートで卒業して、まあ学業も優秀だったようなやつもですね、なかなか就職できないと。結局就職浪人をして今1年、公務員の勉強をしてですね、なんとか地方の公務員に収まって、ああよかったっていうのを見てるとですね、ちょっと僕にそういうことができる気がしないなと。で、あるいはですね、まあ一応経験が長かったですから、その予備校の講師っていうのをじゃあ社員でやっていくかっていうのもちょっと検討したんですけれども、まあそれもちょっとどうしてもできる気がしないというかですね、まあもうちょっと言ってしまうとあまりやりたくないなと思っちゃったんですね。で、もう就職できる気もしないというか、その就活のレースみたいなものに多分ちょっと私の心が耐えられないだろうなと、もしそういうことをやった時に、思って、じゃあ就職しないで生きていく方法ってあるかしらというふうに考えたんですね。で、まあその時ですね、0年代後半から2010年代の前半くらいにかけて、せどりっていうものがまあ世の中流行っていまして、で、まあせどりっていうのは、まあ、ありていに言ってしまえば転売のことなんですけれども、もともとですね、せどりっていう業態と言えるのかな、まあ稼ぎ方自体はすごく古くからある、まあある意味由緒正しいものなんですね。っていうのは、せどりっていうのは何かというと、まあ古本の転売のことなんですけれども、古本って定価はないじゃないですか。ですから当然古本屋の店主とか、まああるいは番頭さんがですね、値付けをするわけですよね。まあ彼らは当然古本のプロなんですけれども、しかし人間ですから完璧じゃありません。場合によっては相場よりも随分安くつけてしまうっていうエラーが起こりうるわけですよね。そうすると、まあせどりないしせどり師と呼ばれるような人がですね、目ざとくその値付けの甘い本を探して買ってですね、別の古本屋に売却すると、でその差額で儲けるというのが、まあせどり、という、稼ぎ方なんですね。で、まあなんでね、せどりっていう風な名前になったのかっていうのは諸説あるんですけれども、まあ本の背を見て目利きでパッと買うからせどりだというのが、まあ一応通説になっているようですね。ただまあ今言ったような、まあ由緒正しい昔からあるせどりじゃなくってですね、こう21世紀のせどりっていうのは、古本屋で値付けの甘いものを買ったら、それを自分が小売りの業者としてネットで顧客に売るっていうのが、まあ21世紀型のせどりなんですね。折しもインターネット時代に入って、そういうネット的なインフラが充実してきてですね、まあ Amazon のマーケットプレイスとか、あるいは Yahoo オークションなんかで、まあ自分で転売できるようになったということがありまして、まあ当時のですね、
いわゆるこうネットで副業みたいなですね、情報商材ブームなんかと相まってですね、まあ0年代以降せどりっていうのはまあ一つのブームになっていたわけですね。で、まあ私もこう就職しないで、元でもなくてできることってなんだろうと考えたときに、まあ、やっぱり本のことはある程度よく分かってましたから、ね、世間のことは全然よく分からない、本当に世間知らずな男でしたけれど、まあ本のことだけは、まあある程度分かると。で、浪人時代から神保町に入り浸って、大学に上がってからは、まあ日本中の古本屋を見て歩いてましたから、まあ目利きっていうほどじゃないですけれども、まあ結構、これはちょっと根付けが甘いんじゃないのっていうものに、まあ鼻が利くようになっていたもんですから、じゃあ一つこれでやってみるかということで、まあそうですね、もう大学の5年生くらいから、まあ背取りをやっていましたね。で、大学を卒業して、さて本当にどうしようと。就職活動を全くしないまま大学を出て、本当にこうただの人になってしまった時に、それまでちょっとずつ背取りをやってましたから、じゃあ背取りを専業でやっていくかということでですね、まあ一大決心をするわけです。では背取りを専業でやるっていうのはどういうことかと言いますと、まあとにかくですね、たくさんの古本屋を巡りに巡って根付けの甘いものを探して仕入れまくらなくちゃいけないわけですよね。で、仕入れてとにかくそれをクリーニングして、磨いてですね、ネットに登録して注文が来たら、まあ、封筒に入れてバンバン送るということをやるわけです。で、まあ専業でやるからにはですね、相当仕入れなくちゃいけないので、やっぱり地方にいたらですねできないわけですよ。古本屋の件数も知れてますからね。そうするとやっぱり古本屋が固まってあるのは東京ということで、まあ地方の国立大学だったんですけれども、まあ、そこからですね引っ越して、東京に住もうと。で、東京中の古本屋を巡って仕入れまくるぞということで、まあ、東京にですね事務所兼倉庫兼住居みたいなアパートを借りたんですね。しかしまあ一応1年間浪人のために、東京で一人暮らししたことはあるとはいえ、まあおのぼりさんですからね、やっぱり東京へ土地勘ないわけですよ。じゃあどこに初めての事務所兼倉庫兼住居を構えようかといった時に、それはですねやっぱり浪人時代に親しんだ、江戸川区の小岩という土地を私は選んだわけですね。で、結果としてですね小岩を選んだのは大変良かったんですよ。っていうのは東京中の古本屋を巡る拠点として小岩ってのは大変良かったんですね。だから東京中の古本屋を巡るのに、私はJR の特内パスっていうのを使ったんですよ。東京都23区内は乗り放題っていう JR の切符なんですね。で、東京都23区内じゃないといけないので、その、23区内の東の端って、小岩だったんですよね。総武線でもう小岩からもう一つ東に行くともう市川、千葉県になっちゃうわけですから、やっぱり東京は中心行けば中心に行くほど家賃も高いけども、まあ、東の端ならばですね割と家賃も安くてですね、で特内パスの範囲内で750円で、東の端からどこでも行けるというのでですね、結果的に結構良かったんですね。で、まあ確かに特内パスの西の端は西荻窪なんですけれども、まあ私のね、定番のコースっていうのはですね、まあ順番はいろいろなんですけども、やっぱりまず神保町は外せないですね。それから早稲田の古本街っていうのも良かったです。あとまあ結構新しめの古本屋で言うと、やっぱり中央線沿線なんですね。荻窪、西荻窪、中野とか、そのあたりですね。で、あとは山手線沿線内のブックオフっていうのは全部行くと
いうので750円で、あのコロコロの旅行用のキャリーケースとね、リュックサックを、これがパンパンになるまで帰ってこないというので東京中古本屋を巡りました。でやっぱりですね、瀬戸利っていうのは古本屋には結構嫌われる存在でもあるんですよね。っていうのはまあある種業界の寄生虫みたいなものですから、やっぱりちょっとこうコソコソと、しかもやっぱり店内の高い本は買わないで店の外の100円棚ばっかりごっそり買っていくので、まあやっぱりこう業界のゴロというかね、そういうのでちょっとこう居心地悪さを感じながらもですね、ゴロゴロ引っ張ってですねやってましたね。で今どうなのかも全然瀬戸利ってやってないので今はちょっとわからないんですけれども、私はですね穴場だなぁと思ったのは神保町よりも早稲田の古書街でしたね。っていうのはあの神保町って結構ちゃんとビルにして会社にしてたくさん人を使ってるお店が多いんですよ、古本屋っていうのは。そうすると神保町っていうのは結構いろんな分野のエキスパートがちゃんと一つの店の中にいて根付けが甘いってことあんまりなかったんですよね。ただ早稲田って結構個人商店で、ご主人と奥さんと二人でやってるみたいな、で2階が家になってるみたいなですね、そういうお店が多かったので、結構その自分の専門外の本が来ちゃった時に結構根付けが安くなっちゃうっていうのが割と早稲田の古本屋は多かったんですよね。ですからまあ早稲田で結構拾い物が多かったですね。それからまあやっぱり外せないのはブックオフで、まあ今はね本当にブックオフで瀬戸利って多分無理なのかなっていう思うくらい根付けがまあある意味しっかりしてきちゃったっていうか、まあブックオフもおそらくネット相場をすごくよく見るようになってね、あんまりもう100円だらで1000円2000円で売れる本がっていうのはまあ今あんまりないんですけれども、まあ、0年代から、2010年代の初頭っていうのはまだまだ掘り出し物があってですね、そうですね、当時ブックオフで一番すげえなって思った掘り出し物はですね、100円棚で、アンナカバンの三両文庫版のですね愛の渇きを拾ったことがありますね。あれはまあ今でもかなり古書価の高い本ですけれども、まあ当時も100円でブックオフで拾ってきて7,000-8,000円でネットで売ったかな、そういうことがありました。それからですね、あれは早稲田の本屋だったかな、まあそういう経験で言えばですね、20円の文庫コーナーで草原推理文庫の帯とパラフィン付きのディクスンカーの、幽霊屋敷を確か買ったことがありますね。あれも確か6000円くらいでネットでポンと売れてったかな。で、まあこういういい話ばっかりするとですね、お、瀬戸利いいじゃんって思うでしょ。それがね、なかなか大変なんですよ。やっぱり釣りと同じでね、すごく釣れる日もあれば坊主の日もあるわけじゃないですか。で、やっぱり瀬戸利アンギャーでね、東京中回っても全然ない日とかもあって、で、変えたら変えたで、どんどんキャリーバッグとリュックサックが重くなっていって、本ってとにかく重いんですよ。比重で言えば、ほとんど紙って木と同じなんですよね。ですからもう、キャリーケースとリュックサックパンパンに手取りで買った古本を担いで歩くっていうのはですね、まあそれと同じ体積の木のブロックを担いで歩いてるのと同じなので、やっぱめちゃくちゃきついんですよね。でまあ手取りもまあなかなかうまくいくこともありましたけれども、やっぱり仕入れに命かけてますから、買えるものが見つからないと本当に生きていけないし、仕入れた仕入れたで重いし、まあ特内パスで750円で23区内回り放題とは言ってもですね、やっぱりそれで東京中の古本屋を巡るっていうのはね、やっぱりどんどんきつくなっていったんですね。でやっぱりまあさっき言ったように瀬戸利ってある意味業界のゴロですから、まあどんどん
いろんな本屋で顔が覚えられて、あいつは背取りだっていう風な目で見られるようになって、まあそれはもしかしたら私の被害妄想かもしれないんですけれども、どんどんまあなんだかちょっと大変になっていったんですね。で、さらにもう一つ大変だったのが、まあ私はあの通販の拠点としてですね、小岩のアパートで倉庫兼事務所兼住居でやってたっていうことをお話したんですけれども、まあ普通のアパートなんですね、軽量鉄骨造りのアパートで、でまあ私2階に住んでて1階は全部大家さんが使っててっていう風なところで、でそこにですね、ここで使ってるのと同じ、スチール製のラックを10本入れて、ですぐに、そこにも入りきらなくなってですね、もう床とかにも積み上げるような状態になって、で床がちょっとねミシミシ言い始めたんですよ。で、あ、そう、これはあのすごく本をたくさん入れようとか、まあもしくはその通販型の古本屋を普通の住居用の物件でやろうっていう人に、ちょっと言っておきたいんですけれども、もう本ってのはやっぱ重いですから、場合によっちゃ床を壊すっていうこともあり得るんですね。で床を壊すとですね、賠償額って本当シャレにならないんですよ。ですからまあ本をたくさん仕入れるのはいいんですけれども、床がミシミシ言い始めちゃってですね、である日僕すごい怖い夢を見てですね、汗びっしょりで目覚めたんですよね。っていうのが床がですねメリメリメリってこう本の重さで壊れて、1階の大家さんのお宅にドサドサドサって本と自分が一緒になって落っこちるっていう夢を見てですね、もうものすごい汗びっしょりで息も絶え絶えで目が覚めたっていうことがあって、で仕入れも大変だし、もう東京でセドリアンギャで仕入れてこれでやっていくのはもう潮時かなと思ったんですよね。でそれからですね、店舗持とうかなっていう風に思い始めたんですね。というのはやっぱりもうこのままじゃ仕入れできなくなる、それは私の体の疲れちゃうっていう問題もあったし、まあ業界のゴロとして認知され始めてちょっとやりづらくなっちゃったっていうのもあるし、まああとはやっぱり情勢的にですね、どんどんそのネット相場みたいなものをみんなが古本屋も見るようになって、まあ私の体感として2010年代の前半から半ばにかけてですね、どんどん根付けの甘い本っていうのがなくなっていって、まあある種インターネットのおかげで古本の価値っていうのが均質化していっちゃったっていうこともあって、もうこれは続けらんないっていうのを思ってて、で床が壊れる悪夢っていうので、もうそれは決め手になってですね、まあ今のやり方じゃダメだと、やっぱり安定的に仕入れができる仕組みを作らなきゃって考えた時に、やっぱりこれはきちんと店舗を持って地域に根付いて、そこでまあ古本の御用はうちにお願いしますっていうのが、まあきちんと定着してですね、安定的に仕入れられるようにするためには、これはまあちょっとね、店舗を閉めて通販型に移行するっていう流れが多い中で、まあそれに逆行することになるけれども、やっぱ仕入れのために店舗だっていうことを考え始めてですね、いよいよ、まあ、今までセミプロとしてね、まあ通販だけでやってたのがプロの古本屋になるぞということを一つ決心し始めて、物件を探し始めたのが2014年から2015年にかけてのことでありました。というわけでですね、この後はですね、ついに開業編というふうになっていって、まあ、前半の立志編はここまでなんですけれども、本当にね、私の人生についてこんなにこうじっくり語ったっていうのは初めてで、まあ、照れくさいやら、もはゆいやらという気持ちなんですけれども、後半もどうぞご期待くださいということで、前半はこれで終わりにさせていただきます。最後にですね、一つ告知をさせていただきたいんですけれども、
我がうさみ堂はですね、実は同人活動もやっておりまして、このうさみ堂に集う、愛書家のお客様と、それから私自身と、それから私の知り合いの、古本屋仲間なんかでですね、文芸同人誌を作っております。その名もうさみというんですけれども、こちらがですね、第2号なんですけれども、去年出ました。で、今年もですね、11月25日の文学フリマ東京での頒布を目指してですね、第3号の原稿を集めているところです。で、第3号はですね、暴流というテーマで原稿を集めておりまして、まあ、主流、メインストリームの対極にあるものとしての暴流ですね。で、暴流っていうテーマなんですけど、それに関係ない原稿でも歓迎しておりますので、ちょっとね、もう締め切りが近くて、今からは大変かもしれないんですけれども、一応11月の10日が原稿の締め切りになっておりますので、ぜひですね、うさみ同人に入って、この同人うさみに、まあ、原稿を載せてみたいぞという方はですね、ぜひうさみ堂の、まあ、公式サイトのメールフォームか、もしくは、まあ、うさみ堂の、ツイッターに、まあ、リプライない DM なんかでですね、寄稿を希望しますということで、ご一報いただければ幸いです。で、ちょっと創刊号の方はですね、もう完売になってしまったんですけれども、第2号の方はですね、うさみ堂の公式サイト、もしくは、まあ、うさみ堂の店頭で、ご購入いただけますし、第3号の方もですね、文学フリマ東京で頒布した後はですね、うさみ堂の店頭もしくはやはり、公式サイトの方で通販対応させていただきますので、まあ、古本屋としてのうさみ堂と同時にですね、こういう同人組織としてのうさみの方も一つよろしくお願いいたします。そして、第3号特集暴流のね、原稿の寄稿の方もどうぞよろしくご検討くださいと、ということで、第13回の、うさみ堂ラジオは終わらさせていただきます。どうもありがとうございました。